第95回都市対抗野球大会は第7日の25日、2回戦があり、前回大会優勝の豊田市・豊田自動車は神戸市、高砂市、三菱重工をウエストに敗れた。今大会限りでの現役引退を表明していた豊田市の佐竹克俊投手、40、は当板がないまま、最後の夏を終えた。